概要欄からぜひ投票お願いします。バトルスタディーズに出たい。ドラフト2023ドラフト3位完全シミュレーション一発さや連続フェードロー野球チャンネル。マグロマグロチャンスだったけど忘れたな、ね、初日にな、やっぱりな、そうだな。さあ、モンデさん3位まで来ました。はいはいはい。まあ1位2位でね、うん、まあ下級な補強ポイントは埋めつつ、うん、3位はどういう顔ぶれになるのかね、うん、まずじゃあ2位までの、はい、今までの獲得した選手を見ていきましょう。こちらです。さあ、ここで逆ウェーバーになりますから、オリックスからね、うん、見ていきましょうか。前田選手、下村選手、うん、まあピッチャーを素材系即戦いきましたよ、うん、じゃあ3位はどこ行くのかなと。あ、わかりませんね。わかりません。方向性のような気がするけどね。で、阪神、うん、阪神は、新藤選手、酒井選手っていうキャッチャー素材系のピッチャーって言ったんで、うん、これ即戦力投手行くのか、うん、はたまたやっぱりまだ残ってる早めにスラッガータイプ、うん、行きたいのかっていうところでしょうね、うん。続いてソフトバンク、ソフトバンク東松くん、松本投手と、うん、これも即戦素材のピッチャー行きましたから、やっぱりそろそろ野手も行きたいよね、うん、とあいうところなのか。いや、今年はピッチャー振るよと、ね、まあ、残ってる選手で多分優先順位変わってくるっていう感じだよね、ソフトバンクは。そして DeNA、うん、西舘投手、千代大ね、うん、小蛇投手と、うん、左右の即戦力ピッチャーを取りました。そうするとやっぱり3位は ね、野手でいいのかなと。本来ちょっと野手ドラフトやりたかったぐらいなんで DeNA は、うんうんうん、ちょっとここら辺で野手も取っときたいよね、うん、宮崎選手の後釜とかちょっといろいろ問題もあるんで、うん。続いてはロッテ、竹内投手左腕、そして桜選手、うん、高校生スラッガーを取りました、うん。そうすると3位は、まあ、このチームはもうこうなると残ってるいい選手ね、うん、まあ、即戦力に行くのか素材系に行くのかっていうところも含めて、うん、見ていきたいなと思います、うん。でカープね、まあ1位で岩井投手即戦力取りましたけど、うん、2位で右中のスラッガー高校生いったと、うん、明星君、うん。さあ3位は野手に振るのかピッチャーに振るのか、うん、これは難しいなこれね、うん。楽天、うん、広瀬選手、高田太一投手と、うん、いきまして即戦系の野手とピッチャー取りました。さあ、じゃあ3位はどうするのと。ピッチャーで行くなら素材系行くのか即戦力行くのかっていう感じだね。で巨人、常廣投手、滝田投手の左右の右左行きましたね。今年はピッチャーに振るとか、まあ、正直外野とか僕ね取るビジョン見えないんでポジション的にね。そうね、うん、そう考えるとね、内野もね、まあ、門脇選手とか見ながら、うん、まあ、残ってる選手はねと、うんうん、いう感じ。日本ハム、じゃあ、細野選手で真鍋選手取りましたよ。いいです。そうすると日本ハムはやっぱり来季優勝を目指すなら即戦力投手、うん、まだ残ってそうだよと、うん、行きたいね。ヤクルト、渡来選手、村田健一選手、うん、行ったんで、うん、ただまだヤクルトよ、まだピッチャー足りない。そうだね、ピッチャーだね、もうピッチャー行きますよ、うん。で西武、うん、佐々木の凛ちゃんと西舘選手、うん、めちゃめちゃいい、いいね、すごいね、いい2人取ったね。そうすると西武のウィークポイントである外野、うん、即戦力のね、うん、そういう選手いけたらいいねっていう感じかな、うん。で中日、上田選手と上田投手か、うんうん、上田で行きましたけど、他に上田がいれば、まあそれか有田かクリームシチューで行くのか。まあ中日もピッチャーと野手即戦力行ったんでね、うん、これはちょっと1回ね、そう、どちらかというともうあとはいい選手で行けるのかなという感じだね、うん。じゃあオリックスからいきましょうか、はい。オリックス、オリシューン、報徳学園高校、やっとるな。阪神、大山亮、東日本国際大学、うん。ソフトバンク、藤隼人、平成国際大学、ね。横浜 DeNA、 桃谷いぶき、立命館大学。あ、ごめん、千葉ロッテ、平野大地、仙台松戸高校。これは思いましたね。広島東洋、辻元凛太郎、仙台大学。めちゃくちゃいいぞ。楽天、日下勝、亜細亜大学。うわ、ここまで。読売、谷脇裕樹、立命館大学。サクレスカート。日本ハム、牧田実。うわ、明治大学。くそ。ヤクルト、尾崎寛太、法政大学。国際だ。
西武、西村慎之介、専修大学。中日、木村優斗、霞ヶ浦高校というメンバーでいかがでしょう。おー、ね、いいね、いるね。まずオリックスから見ていきましょうか、うん、オリックスはね、上位予想した時も、うん、キャッチャーはね、2つ空きでやっぱ取ってるんだよね、うん、で、まあ、今の森選手とかが育った時に、うん、このやっぱ今高校生、うん、いけるのは高校生ナンバーワン捕手いっちゃおうよと。で、な、みんな4位ぐらいから動き出すんだろ。そうそう、っていう相場感を。そうそう、 まさにね、4位まで待ったらちょっと残ってなさそうよと。でも、いけるますから、余裕ありますからね。いいドラフトしてんだ。マジで好きになってんな。だ、高校生ナンバーワンバッテリー取って、で、あと即戦力 PO を取るっていうオリックスの予想で。いやー、もうちょっとこれ厳しいな、オリックス。強いね。で、阪神、うん、阪神はね、やっぱり新藤選手1位できると、うん、やっぱりスラッガータイプはもう残ってないんだよな、うん、正直、うん、そうしたら、そうしたら即戦力 PO 取ったれと、うんうんうん、いうことで、多分こういう大山選手、制球力がいいピッチャーなんですよ、うんうんうん、150キロも出ますし、いいんだよね、うん、だからやっぱりこういう堅実な選手を取り行くよね、うん、で、ソフトバンク、うん、逆にソフトバンクは、また即戦力行くんだけど、うん、やっぱパワーピッチャー、うん、155キロ、いや好きそうだね、うん、こういうピッチャーに行くんかな、うん、で、DeNA、 迷ったんだよね、もう残ってる選手で考えたら、外野な、まあ、これこそちょっと今回だから上田西の横山君とか入れてないんですけど、あー入んなかったね、確かに、うん、まあ、これ DeNA、まあ、森選手期待するのかっていうところもあるからね、ちょっと、まあ、迷って外野、うん、まあ、外野手取れば、正直佐野選手ファーストコンバートとか、うん、いろんなちょっとオプションもついてくるんで、こういう、広角に打てる右打ちの強打者、うんうん、まあ右打ちの強打者ってところで、まあ、宮崎選手のポジションは違えど、うんうん、打順でいうと後釜、うん、タイプの選手取れるのかなという感じね。ロッテ、うん、これはね、まあ、本当は即戦力行きたいピッチャー行きたいのあるかもしれないけど、うん、やっぱり未来のエース、まあ、育成のロッテだからね、うんうん、これはもう地元のいいと思うよ、スターを獲得に行くと。平野君去年もね3位でね取ったね。そうだね、うん、そしてカープ、カープもやったんだよね。いやー結構ありがたなって感じよ。まあ辻本選手残ってるんで。残ってたな。意外とねこのショートのこの即戦ラインってあんまりね今年考えてる球団、まああることあるんだろうけど、うん、そこまで上位で切るカードかな、うん、だから社会人とかが下位で僕は入ってくるのかなと思ったんですよ。そうだね、去年を上位で即戦ショートで切った球団が何個あったからな、うん、だからね、お気づきかもしれないですけど、うん、この僕、現時点のこの3位、うん、社会人ゼロなんですよ、実は。おー、そうだね、うん、ピッチャーも、これやすごしてる選手もまだ少ないね、うん、まあ、最終的にはそんなことはないんだろうから、うんうん、この都市対抗を経て、ちょっと評価変わってくるんだろうけど、うん、ただ、社会人の投手って考えると、うん、やっぱり下位前に残って、うんうんうん、まあでも上位で切んないと取れないピッチャーもいるんだろうから。そうだね、うん、そこら辺のバランスだよね。だ大卒ピッチャーの誰かと差し替わる感じにはなるな、うん、そうだね、うんうん、そう考えると社会人の投手がまだいるよと、うん、下位でも取れると。いや、いるよ、いっぱいいるよ、うん、そうそうそう、だ去年の川野投手パターンよね、うん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 、だそう考えると取れるうちにねこういう辻本選手を取るのありなんじゃないかなと。まあでも揉めるからな、やっぱり上位で取ってあげてほしいよ。まあな、社会人、ね、ほんまに評価してるんだったら。そうだね、確かにね、で楽天、楽天はやっぱりこのね高校生で行きたいは行きたいんだけど、急にやっぱり世代交代は無理なんでね。なるほど、徐々に国戦力で固めながら若い子も取ってっていう、もう徐々にやるしかないんで、今年はやっぱり即戦 P を2枚っていう形になっちゃいましたね。でジャイアンツ、ジャイアンツはもうピッチャードラフト、うん、完全にもう3枚即戦力投手で切ってくるかなという感じで、立命館ね追ってますから、桜井スタートエンコだね。おいけんのかお前さんと桜井さんと。で分かってねえんだよ。巨人は上位はピッチャー、これぐらいやってもいいんかなと。めちゃくちゃありそうジャイアンツね。まあちょっといるポジションにもよるからね、いい打者取れない方ピッチャーで。で日本ハム、これはもうやっぱり即戦行きたいからね、牧田投手残ってました。そうね、俺めちゃめちゃ好きなんだよ。そうだよね、うんうん、残ったらいいかなと。これいいと思うよ、3位で取れたら、うん、ね、うん、で、ヤクルト、うん、ヤクルトは3番もじゃいったろうかと。6大学で3番も、あい、まだ切りるないと。いや、ほんまでもありそうだ。小崎投手がまだいたんでね。で、西武、
西武がこれちょっとモンリストのちょっと上位3位からちょっと、いやそうだよね、連れてきちゃったんですけど、うん、すいません、西村慎之介選手、うん、これがなんか左打ちなんですけど、これ良さそうよという情報を得まして、大型のセンターなんですよこれ。なのでまあこういう選手がここからね名前上げて、もしかしたらもうちょっと順位上がる可能性もあるし、うん、まあ動画を見て、うん、まあ触れるわ、うん、触れる選手なんで、まあ西武向きかなと、うん、いうんでちょっと再現させてもらいました。触れるタイプが欲しいよね、やっぱりね。そうなんだ、タイプが。そう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 、うん、で中日、うん、中日はこれはやっぱり残ってる中で高校生ですけど、一番いい素材はどこだという形で木村投手ね。ああ、メジャーも見に来てるらしいからね。ああね、いや、うん、かなり評価上げてるよね最近。うん、なのでまあ各球団の、上位3人はこんな感じですよね。なるほどね、いやー滑らんなといいよね、これに社会人も入ってくるわけだから、うん、ちょっと逆に悩むね。難しいね。どうやって切っていこうかっていう、うん、即戦を取りたいときは本当に即戦に触れるっていうね、うんいうドラフトになりそうね、うん、なるほどね、はい。ということで中間のね、発表でございましたが、1位から3位までシミュレーションっていうのをやってみました、はい。皆様のコメントぜひ、はい、お願いします。また明日お会いしましょう。ありがとうございました。ちょっとふと思ったけど、楽天が大火事切って高校生ドラフトしてきたら一番かき回すかもしれない。いやそうだね、いやそうなんだよ、こういう時やってくんだよ なああ、栄冠は、フェドローに輝く。語呂ある？チャンネル登録お願いします。